お姉さん、お姉さんは？お姉ちゃん、いないよ。ここにいたの？大丈夫？何か飲んだの？睡眠薬だと思うから、大丈夫だよ。騙されたのね。気持ち悪いの？救急車呼ぶね。あ、大丈夫、大丈夫、吐けば大丈夫だから。看護婦さん、どうしてこんなことに。エザ、お前なんでここに来た。ちょっと気になることがあって。気になることって？お姉ちゃんの部屋のパソコンの中に小説みたいな遺書みたいのがあって、罪を償って死ぬって。罪？今までのこと。今までのこと知ってんのか君。だからそれ見て知って、お姉ちゃんも奈緒ちゃんも危ないと思って。とにかく探そう。もしもし。もしもし、みーちゃん。お母さん。みーちゃん、病院に来た？ううん。寝てる間にバラが一輪置いてあったのよ。お母さんの好きな黄色いバラ。黄色いバラ？お姉ちゃんだ。病院か。お母さん、それいつのこと？同じような場
지난도모그라자운다소래데모마타타타가운다로소래가이노치노후시기ともこ、わかるかともこ、お父さんだぞ。父さん。ともこ。私、生きてるの。当たり前じゃないか。お前の命、とお父さんが助けてくれたんだ。なおさん。東堂さんがお前の体受け止めてくれたんだよ。それでお前は植え込みの方に飛ばされて助かったんだ。あの人のことお父さん誤解してた。生きてるの？ん？あの人生きてるの？肺が少し傷ついているのと肋骨が2本折れていましたが、手術しないで様子を見ましょう。頭の方は幸運にも出血はありませんでした。6時間後もう一度 CT を取って腫れが出てこなければ安心です。意識は？麻酔が効いているのでまだ眠っていますが、もうじき目が覚めると思いますよ。助かったんですね。はい、意識が戻り次第一般病棟に移りますよ。ありがとうございました。僕は君を抱いた時、本当に君を愛してたよ。君を守ろうと思った。一生かけて、自分の人生かけて君を守ろうと思った。でも何も守ってやれなかったんだね。ずっと一人ぼっちにさせたんだね。
平気なの？あなたか私が死ぬのよ。死なないよ。君は人を殺せるような人間じゃない。一度は愛した人だよ。一緒に生きていこうと思った人だよ。そのぐらいわかるって。わかるって。けど大丈夫。そう、よかった。奈緒さん、私死んで謝らなきゃって、散々奈緒さんとみーちゃんの心もてあそんで、これ以上生きてることは許されないと思ったから。それなのに、あんなひどいことしたのに、どうして私の命助けてくれたの？こんなになってまで私のこと助けてくれたの、嬉しい、嬉しいけど、どうしたらいいか分かんない。奈緒さんに助けられて生き延びてしまって、これまでの償いもできずに、心の中に奈緒さんを好きだって気持ちだけが残ってる。奈緒さんとみーちゃんに幸せになってもらうつもりだったのに、生きてると苦しくて。どうしよう、ごめんなさい、こんなこと言えたぎりじゃないわ。みーちゃんに申し訳ないし、奈緒さんも迷惑でしょう。でもどうしても奈緒さんが好き。どうしよう、死んじゃえばよかったかな、やっぱり。許してね、こんな勝手な私。許して。
朝早く散歩してたらなんとなく病院に足が向いちゃってさ、また怒られちゃうかな、こんな朝早くから。夕べ何時があったの？別に。ともちゃんに何があったの？私はともちゃんとみーちゃんの母親よ、わかるわ。親っていうのは無力だな。あなたは神様のような人と智子を救ってくれて本当に申し訳ない。ありがとうございました。お体大丈夫ですか？はい、私の方はもう。何と言ってお詫びしていいか、ご恩は一生忘れません。こうなる前に気づいていたら、僕の責任です。僕が。すいません、母の容体が思わしくないのでもう一日休ませてください。すいません、勝手言って。矢沢さん、今日も休みらしいから。え、今日もですか？お昼の組、カシオペアに応援に行って。はい、わかりました。みーちゃんのこと待ってたの？いや。嘘、顔見ればわかる。いや違うんだ、今朝から質問話してないから。いいな、そういうふうに直さんの心の中にいつもいられて。座ったら？もう歩けるようになったんだ、大丈夫？私は大丈夫、奈緒さんが守ってくれたから。奈緒さんはどう？まだ苦しい？ちょっとね。じゃあ喋らないで、こうしていて。君のことも考えてたよ。本当？うん。私の何を？君の心。心？屋上から飛び降りる君を見てね。受け止められるのは僕しかいないと思った。君を受け止めたいと思った。受け止めなければならないって。命だけじゃなくて
君の心も。心も。うん。心も。なおさん、ありがとう。私ずっと寂しかった。なおさんに出会うまで。でもなおさんと出会ってもっと寂しくなった。ずっとそばにいてほしくて、いない夜が寂しくて。ずっといるよ、一緒に。本当？知れない、私がいていい場所、私が私でいられる場所。江沢、木場君、探したぞ。昨日の夜何やったんだよ。学校？昼休みにちょっと抜けさせてもらって。それより昨夜何度も江沢んちと直ちゃんち電話したけど、どっちも出ないし、携帯も誰も出ないし、もう焦ったよ。ごめんね、心配させちゃって。そうか、信じらんだよな、あんな優しそうな人が。ありがとう。でも今思うと、いろいろとそうだったのかって思うこともあるな。ごめんね、巻き込んじゃってて。巻き込まれてないよ。俺はやっぱ江沢のことが好きで。でもダメだったと思うよ、お姉さんのことがあってもなくてもね。そうかな。だって江沢だって奈央ちゃんを思う気持ちは変わんなかったろ。分かんない。え？少なくともお姉ちゃんのあの激しい思いっていうか、奈央ちゃんを思う気持ちにはかなわないなって思っちゃった。 そんなわけないよ。何言ってんだよ。私お姉ちゃんが飛び降りた場所へ行ってみた。飛び降りたところに立ってみた。私はお姉ちゃんみたいに命かけられないよ。死ぬかもしれない賭けまでして、奈央ちゃんの心自分に向かせるほどの強い気持ちなんてないもん。バカ、そんなの愛とかじゃないだろ。大体そういうことでお姉さんの気持ちと自分の気持ち比べるなんて意味ないよ。比べてるわけじゃないけど、奈央ちゃんと再会したのだってみんなお姉ちゃんの計画通りだったわけだし、それがなかったら私の気持ちだって消えてなくなってたものだったかもしれない。奈央ちゃんの気持ちは5年前に終わってたし、お姉ちゃんに煽られて盛り上がっただけだったかもしれない。それは違うよ。奈央ちゃんは江沢が好きだよ。でも奈央ちゃん、お姉ちゃんが飛び降りた時に私のこと突き飛ばしてお姉ちゃんのこと助けようとしたんだよ。だってそれは体が反射的に動いただけだろ。俺だって目の前にお姉さんが落ちてきたら助けようとするよ。自信持てよ、江沢。最低、自殺未遂なんて。でも死ぬほど好きだったってことでしょ。狂言でしょ、奈緒ちゃんの気持ち引くための。そうかな、誤解は高いよ。死ぬ気じゃなかったら飛び降りらんないよ。てかさ、すげえの奈緒ちゃんだろ。お前自分の命張ってたよ、人の命なんか救えるか。無理すぎなあ。キバは反射的に助けるだろう、普通男だったら。うわ出た、優等生。お前さ、江沢の命も救いそうだもんな、あんな振られ方しても。なんだとお前。やめなよ、ダメダメんず。でもさ、奈央ちゃんは霞が好きなんでしょ。
霞の前で霞にひどいことしたお姉ちゃんのために命張ったんでしょ。どうよそれ。だからすげえっつってんね。分かったからさ。霞にしたらショックだよね。いくら命救うためだっつったってさ。やっぱ好きなのかなって疑うよね。池あかりとか考えるとダメージでかいよね。あでもさ、江沢もよく姉ちゃんのこと許すよな。姉ちゃんのやったことさ、犯罪スレスレだっつーか犯罪。でもさ、こう何江沢と奈緒ちゃんがお姉ちゃんに乗せられて燃えたっていうのがこれさ、なんか痛いよな。そうそう。でも乗せられても好きになっちゃったらそれは愛だよ。ポンポンから始まる愛も愛だし、お姉ちゃんに踊らされて始まった愛も愛だよ、うん、俺もそう言ったんだけど、江沢お姉ちゃんと奈緒ちゃんの方がお似合いなんじゃないかって自信失ってて、俺もなんて言ってやったらいいんだろう。わあバカだこいつ。だちょお前そういうこと言うなよ。男のね順序を踏みにじんなよ。あほらでもさ、キバほら考えてみたらお前チャンスじゃねえか、頑張れよ、ま、そうそうお前チャンスこれな。俺はないよ。ただいま。おおおかえり。ご苦労だったな。お父さんこそ。お茶入れるね。かすみ、東堂さんのことだけどな。ん？ま、いいわ。お茶いいから風呂先に入れ。うん。ここ数日顔が暗いわよ。どうしたの？いえ別に。すいません、おめでたい職場で暗い顔して。話聞いてあげよっか。いえいいです。じゃあ私の話聞いてくれる？はい。支配人と私のことを知ってるよね？はい。みんなに言いふらしていいわよ。え？既成事実作った方が勝ちなんだから。こういうことは。でも略奪愛は捨て身になった方が勝ちなのよ。あ、おはよう。元気？君どうしたの？おいしい。病院の食事も悪くなかったけど、やっぱりうちがいいわ。お茶だってうちで飲むとおいしい。お母さんが帰ってきたらうちの中がパーッと明るくなったよ。蛍光灯変えたみたいだ。ともちゃんとみーちゃんにも迷惑かけちゃったわね。大事にしないとね。無理しちゃいけないって言われてるんだから。あ、お醤油つけたらダメよ。お寿司のご飯だって塩分結構あるんだから。はいはい、すみません。前はそういうことお母さんがお父さんに言ってたよね。あ、言ってた。あ、ウニ食べていい？どうぞ。お前もコレステロール高いもん好きだな、気をつけろ。お父さんもそうじゃない。やっぱさ、血がつながってるとさ、そういうのって。気にしないで。東堂さんのことだけどな、あの人は智子の命の恩人だ。お父さんもお母さんも感謝してるよ。だけどこの際二人ともあの人とは離れてみたらどうだ。東堂さんはお父さんが思ってたよりずっと誠実な人かもしれないけど、彼が現れてからうちはめちゃめちゃじゃないか。まあ、こうやって4人で食事してると今年の正月のことを思い出すよ。半年前はまだ霞の大学生で、うちは平和そのものだったろ。でも奈緒ちゃんが現れてから本当のことが分かったんじゃない？奈緒ちゃんがいなかったら私はお姉ちゃんの悲しさを知らないまま生きていたと思う。なおちゃんにうちは救われたんだよ。いろんなことがあったけど、今こうして4人で美味しいご飯食べてるじゃない。それは今年のお正月と同じくらい幸せなことだと思う。そうね、そうよね。よし、今日は飲もう。乾杯しよう。あれこら、酒はダメだって言われてるだろ。いいじゃない、一杯だけ。一杯で終わらないからダメだって言ってるんだよ。お母さんに言われたのと同じこと言ってる。ほら、ともかく乾杯。はい、じゃあ乾杯。乾杯。
ちゃん。
あ、ご迷惑をおかけしまして、どうも申し訳ありませんでした。おかげさまで今朝退院してきました。大変だったな。いやいやいや、思ったよりね、元気そうでよかったよかった。さてさて、はい、この間あの病院見舞いに行ったあれよ、いつも智子さんが海外しく世話を焼いていたよ。婚約解消したんじゃなかったんですか。ええ、まあね、いろいろありまして。元さやってことですか。すごい展開だね。人生は面白いだろう。カウンセラーとしてですね、この流れを読み切れなかった我々こそいかがなものなのでしょうか。うまい。くぅ、もう久々のビールうまいし、これこれね、ポテトサラダでしょ、筑前にね、さつま揚げ、生春巻き焼きに、これがうちの店のベスト5なんですよ。聞いてますね。ちょっとケータリング大変だったんですよ。これじゃおかちゅうでやってんのと同じだな。そうだよ、だからうちだろっつったじゃん。なに、におか、なに、店閉めてきてくれたのね。悪いな。いいんですよ、店の方は。私たち、なおちゃん家来てみたかったんですから。お前が言うなよ。金払ってんだから文句言うな、ハゲ。何ハゲ。ハゲた。ハゲてます、ハゲてます。やめてよ、ちょっと。まだ痛いですか。ちょっと、笑うとな、ちょっと痛いな。ここんとこあんまり笑ってなかったでしょ、先生。よせよ。いいじゃん、どうせみんな知ってんだから。先生、なんでかすみ捨てたの。かすみはあんなに一途なのに嘘ばっかついてるお姉ちゃんの方がいいのはなんでですか。なんなん、もう酔っ払ったかな。酔ってません。ああ、こいつ生代3倍くらい軽いっすから。ああ、そう。死ぬぞって脅したら結婚してくれるんですか。よせってば。キバもそういう偽善的な態度だからかすみに捨てられんの。関係ねえだろ。かすみもいい子一個してっから捨て身のお姉ちゃんに負けちゃうんだよね。でもさ、ほら目の前で飛び降りるのとか見たら、そりゃお姉ちゃんの方だってね、見捨てられないですよね、先生ね。俺は引くけどな。すいません。ハゲだけだよ、なおちゃんの味方。もうみんなよせって。出た、優等生。あんたも今日ぐらいちゃんと本音言いなさいよ。俺の気持ちとしては先生には江沢を選んでほしいです。そうだよな。もうそうじゃなきゃさ、なんでお前が江沢を諦めたか分かんなくなっちゃうもんな。先生、なんで黙ってんの。ん、かすみと先生話し合ってないでしょ。かすみは病院行くの避けてたし。いやね、何度も携帯にかけたんだけどね、出ないんだ。着信拒否ですか。じゃあ私今かけてみよう。およせよ、今日奈緒ちゃんの単位は。いや、キバ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 、いいんだ。あ、じゃあかけてみてくれるか。出た。もしもし、千春、今どこ。うっそ、近くにいんの。一度奈緒ちゃんと話し合いたいと思って。撤収です。はいはい、撤収撤収撤収。バカ、ストップ。全部片足じゃダメだって。お前にも撤収つったんでしょ。かすみが来た時ちょっとつまむもんとかあったら話しなさいだろ。そういうのね。あのさ、デザーも一緒に。バカ、だからあんたは空気読めないって言われるの。そうだよ。あ、かすみ、かすみ、みんな来てたんだ。退院祝い、江沢は誘わなかったんだ、気まずいだろうと思って。なんか違うんだよな、秋葉って。うるさいよ、その方がいいと思ったんだよ。もういいよ、過ぎたことは。かすみ、奈緒ちゃん待ってるよ。頑張れよ。頑張るよ。頑張るよ。まあ大丈夫だ。うちでお母ちゃんの料理つまむとは思わなかったね。ほんと、もう夏だね。桜の頃から10年くらい経った気分。携帯さ、通じないから困ったよ。声聞いたら辛くなるかと思って。智子さんと生きていこうと思うんだ。うん、お姉ちゃんと話したよ。もしかしたらね、5年前と同じことを繰り返してるような気もするけど、でも今は彼女を突き放すことはどうしても。わかるよ。屋上から落ちてくるお姉ちゃんのことを思い出したら、何もかも受け止めた奈緒ちゃんの気持ち、わかるよ。それが真実だよ。私たちの気持ちはお
姉ちゃんに踊らされてただけだったし。それは違わないよ。いや違うよ。あれはあれで本当の気持ちだったんだよ。どうしてそんなこと言うの？せっかく私諦めようとしてるのに。そんな顔しないで。ごめんね。結婚式はうちでやってね。私その結婚式を頑張ってとっても素敵なものにするから。いや、そんなことはもういいよ。ううん、私やりたいの、やらせてほしいの。だって結婚するんでしょ。私頑張るからさ、任せてよ。分かった。その代わりお願いがあるんだ。何？最後に一度だけ幸せになるよって私に向かって笑ってほしいの。奈央ちゃんの笑顔をずっと見てなかったから笑ってみせてよ。いや、こんなおっさんの、ね、笑い顔見たってどうにもなんないでしょ。笑ってよ。奈央ちゃんのその笑顔を見たら私一生笑顔で生きていけると思うんだ。寂しい時も辛い時も奈央ちゃんのその笑顔を思い出して一人で生きていける気がするんだ。大人になったね。俺なんかよりもずっとずっと大人になったな。大人になんてなりたくなかったよ。小さい子供みたいに地面にゴロゴロ転がって奈央ちゃんが欲しいよって泣きたいよ。泣けないことが悔しいよ。どうして同じようなパンチ何度も食らっちゃう。